Are you ready? Super Brother? Are you ready? Groove Squad? Yeah! Yeah! 今日はね、土曜日ということで、なんか、明日を忘れていい日です。皆さん、明日を忘れて、今日ちょっとね、ちょっと、意外にテンション下がっちゃいましたでも明日忘れていい、今日その日なんで、明日のことも考えずに、今日この流れ、萩原流れに身を任せてくださーい。まあまあ、後々紹介してきますけど、これクレイジーダイヤモンド、さっき30秒ぐらい前で話したと、ちょっとかぶりまくりクリスティになっちゃうんですけど、ちょっとその一周年記念の僕らライブのオープニングバッターということで、ちょっと俺で大丈夫なのかなみたいな、いろいろ言ったんですけど、 OK エブリバディ、そんな僕の不安を解消してくれるのは皆さんのグルーヴにかかってます。皆さんがグルーヴしてくれれば、お、俺呼んでよかったなみたいな、俺たち呼んでよかったなみたいな感じなん。OK OK、ドラムスタート。
って言うと国立みたいな、間違えちゃうとか、地球屋って言おうと思って地球儀じゃないよみたいな、ちょっとそんなことも。おー来た、週末送ってますか。なんか楽しい週末じゃないとわざわざ来てもらったのに、あーみたいな。今のわざとやったでしょ。わざとね。どう見たって楽しそうじゃん。OK 皆さん腰を振ってくれね。多分僕らオープニングバッターっていうことなんで、ちょっと今日どうなのかなと思いましたけど、僕らだったら
多分あのジャパニーズピープルに多いタイプなんですけどなんでそこ英語なのなんか意外にあの残りの20分30分でああみたいになるんだったら早めに腰を振って盛り上がった方が皆さんあのいいと思いませんか、今日土曜日ですよ、なんで自分の解放 by 谷口志郎みたいな早く自分を解放した方が皆さんあの楽しい週末迎えられると思うんですよ。僕も恥ずかしい、牛野のグルーブスクワットのメンバーもきっと恥ずかしい。早く自分を解放して皆さんこのグルーブの大きいなんていうんですか、うねりに恥ずかしくないけど、あ、本当でもあのこんな僕の中ではあのおりちゃんの2枚目キャラなんですけど、今日ズラかぶってくれました。いや、あの意外にねアフロとかかぶったりすると恥ずかしくないんで、キャラが違うものになれる。まあ多分おりちゃんは自分の知らない自分に今日一番出会った人だと思います。エボレまた拍手、なんかあの野獣シスベシに出てくる香川武士に似てくる香川武士来るんだでも意外に島人のサングラスも皆さんどうなのみたいな。まあまあそんな感じでグルーヴスクワットの次の曲はね、多分僕はあの脳血栓3本4本くらい切れるかなみたいな。改造の必死な姿を見てください。さあ OK everybody listen Yeah.
多分あのこれで記憶の3つか4つぐらい今飛ぶぐらい最後の30秒間ぐらい意外にきつかったですまあそんなノリですねまあ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 でもねまあまあまあって言いながらこのキスの後にあの改めましてクレイジーダイヤモンドって言ってもどんな絡みがあるのみたいなそんななりと思うんですけど今日あのクレイジーダイヤモンド1周年記念おめでとうございます。ちょっと過去を遡るとちょっとあの1年ぐらい前7年ぐらい前に高円寺でちょっとその時はグルーブスクワットって名前じゃなくてタイゾー&ジェネレーション S っていうバンドでやってたんですよ。でもあのプリンス&レボリューションみたいな感じ失笑みたいなのが聞こえるのは何だろうでもねなんかあのタイゾー&ザ・レボリューションっていうとなんかすげえ冠村田みたいでそのあのあ、そう、ジェネレーションエイジすいません、全然あの似てるように似てなかったですけどプリンスバレボリューションそう全然間違えてましたけどでもなんかそう冠いただくとなんかあの練習終わった後の飲み代もこれちょっと俺払わなくちゃいけないのかなみたいななんかタイゾー&ザレボリューション S だったんでその S はあ、レボリューションジェネレーションでしたねそのジェネレーションはジェネレーションの S の S は佐渡という意味じゃないんでそこのところよろしく哀愁みたいな何の意味なの。これはあの昭和世代という意味ですね、まあ、地味に地道な感じなんですけどねそんなノリでつけたあれだったんですけどそれきっかけでちょっとあのよくわかんないけど素人バンドだけどなんかよくわかんないけどっていうのでちょっとこう巡り巡って今日国立地球屋の舞台にちょっと形変えてジェネレーション S ではなくグルーヴスクワットで立ってます。皆さんよろしくお願いします。僕あのペシャリが長いでペシャリをねちょっと時間に加味されてるんであと5分ぐらい喋んなくちゃいけないみたいな持たせないとね持たせないとねあの僕らあのそば行ってもあの皆さんすごくありがたいんですけど僕はあのなんかこんなキャラなんで意外にあのライブとか誘われたりするんですよ。なぜか僕はあのバンドとかやったこと全然ないのになんかよく喋るし変な人来たなみたいなノリでちょっと誘われるんですけどでもねでも僕がこの人とこの人とこの人とやったら面白いことが起こるケミストリーですよ。ザ・タダご飯でちょっと分かりづらかったですね。なんか新しい化学反応を起こせばいいかなみたいなノリでちょっとあのいろいろ無謀に後で聞くとちょっと無謀に声かけてしまってたっていうのはちょっと否めないところあるんですけどそういうので誘ってみんなこうやってくれていやもうノリノリですよ。 何言ってんですか。本当断れねえ。太蔵さんに誘われたら断れない。あ本当やばい俺ちょっとあの無駄にあのテンション上がっちゃうねそれぐらいまた血管切れる。血管切れる。だって僕ね僕は、はい、まあ正直いろんなバンドやってますよね、しまじんね。ってね、ライブもいっぱいやってるんですけど、うん、いつも僕のライブの客、誰も来ない。それに比べたら、あなた、大沢さん、あなた、人気っつったらもう。でもね、なんかこの間、あの、しまじんが、あの、いいか悪いか分かんないけど、あの、その話すんの？とりあえず、ちょっとあの僕、ライブやるんで、ちょっと生き様見に来てくれって僕行ったんですよ。でね僕行ったら「おんの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 ん」俺なんか知った気になったけど全然してなかったぜみたいなちょっとライブ見せるしまじん。なんかちょっとおしっこちびったら
ちょっと濡れの感じになっちゃったんで、あのこのグルーブスクワットと別にちょっとこのグルーブスクワットで、あのベースのあの何こうグルーブして弾いてて、あの星型のグラサンの人誰みたいな、ちょっと引っかかった人が、あの結構いらんの人とあのセッションとかやってるんで、ちょっとやってみてください。というわけで、今月の26日に高円寺のショーボートっていうところで、その、まあ、この間太蔵さんが見に来てくれたフルフロッグっていう、セッションのバンドなんですけどやります。でそれはあのまあこう言っちゃなんですけど、すごい人たちなんですよ。田畑充ってね、最初ボアダムスって知ってる？ボアダムス、ボアダムスの最初のギタリストね。であのゼニーバとかアシッドマザーズテンプルとかそういうのを歴代として、僕はあのレニングラードブルースマシーンっていう、ね、バンドでずっと一緒にやってるんですけど、でそれとあのドラムに、やっぱりその元ゼニーバ の今渋沢シラスとかでね、やってる藤掛正隆というのがいまして、かなりあの爆裂な音を出しながらやりますけど、あのそれとあとは若手のサックスの若林和也というのがいまして、その4人であのブイブイ言わせますんで、あそこにチラシが置いてあるんで、もし興味ある方はぜひぜひ26日3連休明けの月曜日高円寺消防署までよろしくお願いします。まあ多分ね、話半分分かってないと思うんですけど、でもね行けば分かります。僕があのちょっと黙って来いよ、来れば分かるさ。ちょっと僕あの濡れましたからね、男だけど濡らすバンドなんですよ。なんか気づいたらなんかちょっとシャリ構えて後ろの方でこう腕組みしてればいいかなみたいな思ってたんですけど、そんなんじゃないんですよ。気づいたらこう出てて、もう意味不明な、なんだよこの踊りって。多分この踊あともこの踊り出ちゃうと思うんですけど、この意味不明の踊りが出るぐらい僕をグルーヴさせてくれる島人ライブ26日よーチェキラーおいで。じゃあそあと2曲ぐらいの、うちはそうね、あと2曲ぐらい。ちょっと皆さんあの僕らあのオープニングバッターなんで、ちょっと温める感じの役割なんで、あ皆さん心の殻ちょっと破っててね。おやぶるまで、あダメだ音出ない。Oh!
してもいいかも。ちょっとみんな俺に喋りかけられるのがちょっときついかなと思ってたんですけど、ここはライブ見に来たと思って、そういう殻を破るのが大事なんです。 OK、 生徒の先輩で当時僕生徒がやっとった時に、ドンキーで面を変え
渋谷生まれ、やぶし生まれなんだけど、残念ながら浦和育ちでーす。おいらドラムの、あ、メロン高坊こと、メロン高坊ぞー。
said so much to better I can do better looking at the second way I do Tokyo yes I go down to afraid of the look of すいませんでした。どうします。大丈夫です。